グリム兄弟。左、ビルヘルム。右、ヤーコップ。ハーナルのグリム兄弟像。グリム兄弟は19世紀にドイツで活躍した言語学者、文献学者、民話収集家、文学者の兄弟。日本ではグリム童話集の編集者として知られる。同じ両親から生まれた兄弟は全部で9人。 幼くして死んだ者を除くと、男5人、女1人の6人兄弟であったが、通常は後世にまで名を残した次男ヤーコプと三男、ビルヘルムの二人を指す。多くをヤーコプとビルヘルムの兄弟として活躍したが、グリムドーア州ではルートビヒも、挿絵を手掛けている。ハーナウに生まれる。父は、法律家のフィリップ・ビルヘルム・グリムで、主体ナウの伯爵量管理官、検視法官であった。 兄弟は裕福な家庭に生まれたが、1796年に父親が肺炎で死去し、困窮に陥った。しかし、母方のおばヘンリエッテ・ツィマーの援助により、ヤーコプとビルヘルムの二人は、ギムナジウムに入学し、首席で卒業、マールブルク大学法学部に進学した。大学で、新進の法学者、フリードリヒカール・フォン・ザビニー教授の影響を受け、ドイツの古文学や、 民間伝承の研究に目を向けるようになった。詳細は、ゲッティンゲン7教授事件を参照ヤーコプとビルヘルムは、共に、ゲッティンゲン大学の教授だったが、大学の自治問題に関与して、1837年に、他の数人の教授と自らの教授を貫き、大学を去る。ゲッティンゲンの7人事件とも呼ばれる。1840年に兄は、ベルリン大学教授となるが、 弟ビルヘルムは同じくベルリンで、より自由な立場で、著述活動を行った。多くを兄弟として活躍し、グリム童話集の編集者として著名である。また、ゲルマン語の研究者としても知られ、比較言語学を生み出した、グリムの法則でも知られている。左からヘルマン・グリム、ルードルフ・グリム、ビルヘルム・グリム、ヤーコプ・グリムの墓、ヤーコプ・ルートビヒカール・グリムは、 グリム兄弟の長兄。法政史ゲルマン語研究でなおなし、1819年から1834年にかけて発行されたドイツ語文法で知られる。この中の死因の推移についての法則性は、グリムの法則と呼ばれている。なお、ドイツ語の習得に欠かせない概念であるウムラウトや強、変化、弱変化も、ヤーコップの造語である。 大学卒業前の1805年にサビニー教授の招きを受けパリで法制史研究の助手として働く。1806年にドイツに戻ってきたが今度はナポレオン戦争の後始末で公設秘書として各国を飛び回りウィーン会議にも出席している。その後ドイツ語文法を1819年から1834年にかけて発行。途中、 1829年、弟と共に、ゲッティンゲン大学に呼ばれ、司書官兼教授として、教鞭を取った。1835年、ドイツ神話学を刊行し、ドイツ人にも忘れ去られていた妖精や神々の神話を書物に残した。評議員にも選ばれ、宮中古問館の称号を受けるなど大学でも彼は、高く評価された。しかし1837年、 ゲッティンゲン7教授事件で失職し、亡命先のカッセルで自分たちの主張をまとめた弁明書、彼の免職についてを発表、スイスのバーゼルで発刊された。兄弟は失職の身のまま、ドイツ語辞典の編纂に当たったが、1842年、ザビニーや歴史学者ランケと共に国家勲章プールルメリットを与えられた。 1846年のフランクフルトで開催されたドイツ文学社会議では、ヤーコプは満場一致で議長に選出された。また、1847年のフランクフルト国民議会でも大議員に選出され、憲法草案を提示している。生涯を独身で過ごし、ビルヘルムが結婚してからは、ビルヘルム夫婦と共に暮らした。ビルヘルム・カール・グリムは、グリム兄弟の時計。 グリム童話の第2版以降の改定は、ほぼ彼の手によっている。ビルヘルムは、あまり体が丈夫でなかったこともあり、政治的にも目立った活躍をした兄と違い、体をいたわりながら地道に研究を続けた。社交的な性格であったこともあり、兄弟は、それぞれの違いを認めつつ、よく補い合って活躍したと言われている。大学を卒業後、しばらくは、病身のため職に就けなかったが、 1814年、カッセル大公の図書館初期となる。1825年、幼馴染のドルトヒエンビルトと結婚し、3人の子を、なした。1829年、兄アーコップと共に、ゲッティンゲン大学に呼ばれ、教弁を取った。1834年、書生君衆、フライダンクの分別衆を復刻。1837年、 ゲッティンゲン7教授事件で失職した。グリム兄弟は失職の身のままドイツ語辞典の編纂に当たったが、1840年プロイセンの国王がフリードリヒビルヘルム4世に変わると、兄弟はベルリン大学の教授として迎えられた。ルートヴィヒエミール・グリムはグリム兄弟の末弟兄たちと違い、大学までは進学できなかったが、カッセルの美術学校の教授を務めるなど、 画家として一定の評価を得ている。もともとグリムファンたちの間でしか知られない存在であったが、第二次大戦後一般にも知られるようになった。正確には生後わずか3ヶ月余りで亡くなった兄フリードリヒが上にいるので、次男だがこれを除いて長男とされていることも多い。ウィキソースにはグリム兄弟の作品の日本語訳の原文があります。ありがとうございます。